2022年も残すところ12時間余りとなりました。関東各地でも新年の準備が大詰めを迎えました。毎年多くの初詣客が訪れる川崎市川崎区の川崎大師では、正門にあたる大山門で職人たちが高所作業車に乗って、長さ21メートルのしめ縄に高さ1メートル70センチ、重さ30キロの玉飾りを取り付けました。本殿ではお札への名前入れが一枚一枚丁寧に行われ、販売所では窓ガラスや壁がきれいに吹き清められ、お札やお守りなどが整えられました。川崎大師では新型コロナの感染対策を徹底して参拝客を受け入れることにしています。宇都宮市の栃木県護国神社では、年の終わりに穀物の豊かな実りを願う蕎麦献穀祭が行われました。神職がお祓いをした後、一升の米を持ってきた先着120人の参拝者に手打ちの年越しそばが振る舞われました。新型コロナ感染防止のため、そばの石臼引きでも持ち手を消毒して徹底を図っていました。